どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ANA のね、プレスリリースが更新されておりまして、新ブランドのエアージャパン、こちらですね、2024年の2月の9日から成田ね、バンコク路線就航しますということで、本日はですね、この新規就航が発表されましたので、本日はこちらの解説、やっていきたいなと思います。 ということで、早速で、ね、内容を見ていきたいなと思うんですけども、ちょっとね、画面切り替えちゃいますね。はい。ということで、えー AL、a l のね、プレスリリースが ALA ホールディングニュースということで出ております。新、えー、ブラントエアージャパン2024年の2月の9日、成田バンコク戦就航しますということで、 本日ね、こちらが発表ありました。いや、非常にねえ、びっくりしたんですけども、よく考えたらね、ちょうどこのエアージャパンがね、発表されたのが、2022年の3月の頭ぐらいだったんですよね。で、2023年度の、え、期 に、こちら就航しますということで、2月の9日からということでね、成田万国路線、新規就航するっていう風になるんですよね。で、要点がね、上に書いておりまして、2024年の2月の9日より、成田万国路線を開設し、新ブランドエアジャパンで事業を開始します。 え、日本料亭の航空券は本日からお買い物とおめいただけますということで、こちらね、販売もね、もう始まっているっていう風になりますんで、ちょっと後でね、公式サイトの方見ていきたいなと思います。で、運賃設定は最低価格15,500円から設定して、お客様にね、サービスを組み合わせることにより、幅広い選択肢をね、提供してまいりますということで、かなり安いですよね。こちら片道15,500円ということで、往復でもね、3万円、3万1000円か。 え、利用することができるっていう感じですよね。で、事前に購入いただける機内食は日本食13種類をご用意ということで、かなり多いですよね。またね、ご登場日当日に機内で注文され、注文できる軽食なども揃えておりますということで、いやー、いいですよね。で、 このね、エアージャパンはですね、2月の、来年の2月の9日からねえ、G を開始するわけなんですけども、成田バンコク路線ですね、こちらに就航いたします。で、こちらはですね、確か最初はね、オセアニアとかそこら辺もね、就航するみたいなことを言っていたんで、まぁ、あ、今回はね、あの、成田空 成田からね、バンコク路線ですけども、まあおそらくね、オセアニア方面とかもね、えー、就航するのではないかなと思うんですけども、ちょっとこれはね、あの、1年ぐらい前の情報なんでね、もしかしたら変わってるかもしれないですね。で、成田空港はですね、え、第1ターミナル南ウィングを利用するっていう風になっておりまして、で、またですね、このエアージャパンはですね、あの、前回ね、動画、あの、 プレスリリースね、出た時にですね、このエアージャパンが、あの、LCC なのかっていうね、まあ、お手頃な価格版、値段が安いんでね、まあ、LCC なのか、LCC じゃないのかっていうね、話になったと思うんですけども、まあ、今回ですね、今回もね、記載があるんですけども、エアージャパンフルサービスキャリアである ANA で、LCC であるピーチこちらを融合した ハイブリッドエアラインということで、まあ、今回ね、あの、新規就航するっていう風になるんですよね。ですので、まあ、LCC でもないですし、フルサービスのね、キャリアでもないっていうね、まあ、新しいね、ジャンルの航空会社っていう 位置づけになるみたいなんですよね。これはちょっとね、非常に面白いですよね。で、運行スケジュールということで、えー、路線はね、成田バンコク路線2月の9日から2 0 2 3年3月30日、一応ね、こちらで今のところ計画されているっていう風になりまして、えー 機材はボーイング7878型機の324席仕様で全席エコノミークラスっていう風になりますんでこちらねどういった感じでねクラス別になるのかね気になってたんですけどもこのエアージャパンはビジネスクラスでなしっていう風になりますんで全席がエコノミーって言いたがちになりますで週の便数は週6便ということで月火水木金土日で運行されるって言いたがちになりますで成田発が17時55分バンコク着は23時15分 帰りが万国発0時15分で成田が朝6時1 8時10分着ですねはいこういった形になりますで運賃設定ですねここが気になるところなんですけども、うんえー、運賃セッターは有料のオプ,シオプショナルサービスを組み込んだお得な運賃プランも2種類設定しているっていう風になっておりましてこのね普通のねシンプル スタンダードセレクトみたいな感じで、まあ、うプランがね、分かれてるって言った形になります。で、有料のね、オフィシャーなサービスは、事前の地席指定、え受託手荷物、機内修に加え、前方指定の場合は、無料のソフトドリンク、飲み放題、等の 飲み放題等のエアージャパンならなはサービスをご提供いたしますということで、いやね、ソフトドリンク飲み放題っていうのはね、なかなか斬新ですよね。まあ今までね、あんまりこの機内で飲み放題っていうのはね、あの聞いてこなかったんですけども、まあこういった感じになるみたいなんですよね。で、このね、運賃プランね、シンプル、スタンダード、セレクトっていうのはね、あるわけなんですけども、いっぱい7歳、一般7歳以上は15,500円っていうふうに設定されておりまして、 2歳から6歳以下のお子様は8000円。こちら定額っていう風になります。で、えー、含まれる有料オプショナルサービスということで、シンプルプランを設定すると特にね、入ってないっていう風になりまして、小、ま、児、あ、運賃の場合には座席指定1500円までが含まれますっていった形になります。で、スタンダードだと1万9200円。えー、お子様が2歳から6歳以下が1万5 9 0円。で、座席指定1500円が含まれている。で、またね、 預け入れて荷物2 3キロまでが1個ね、入るって言った形になります。まあ、ここはね、あの、シンプルだとここが入ってなくて、スタンダードだとこれが入ってくるって言った形になります。で、セレクトになるとですね、23,800円になって座席指定3000までっていう風になっておりまして、預け入れ。 手荷物23キロは2個まで機内食っていう風になりま,すまあこれがセットに入ってるっていう感じですね。まあこの座席指定3000円までとか座席指定1500円までっていうのは多分場所によって多分お金変わるんでしょうね。 はい。ちょっとこれはね、後で見てみたいと思うんですけど、多分そういう意味だと思いますかね。で、気になるね、燃油サーチャージなんですけども、こちらね、書いてありますけども、うんちの他に空港使用税、所税え、空港使用料及び各種税金が別途必要です。で、燃油サーチャージは不要というふうになっておりますんで、このね、エアージャパンは燃油サーチャージね、かからないっていうふうになりますんで、こちらね、非常にいいですよね。 はい。で、機内食ですね。海外のみの、海外のお客様のみならず、日本にお住まいのお客様も、日本の美味しさや文化を感じていただけるメニューを有料にて提供いたしますということで、えー、事前購入メニューもね、あるみたいなんですけども、当日にね、えー、購入することができる機内メニューもね、あるっていった形になります。全部でね、13種類っていうふうになりますんで、非常に多いですよね。で、ラインナップはね、こういった形になっておりまして、こちらが、えー、ふわとろ炭火焼き親子丼 で,す、ね、でこちらが「チキン南蛮あけものタルタル添え」ですねでこれが「寿司物語」で4番これが「おむすび弁当」で5番が「チキンと大根の野菜たっぷりサラダ」。 え、バルサミコードレッシングということで、まあ、こういった感じでね、機内食も提供されるっていうふうになるみたいですね。で、こちらね、その他の機内でお供し、お楽しみいただけるサービスということで、え、お客様のご自身のスマートフォン、タブレットを機内専用の Wi-Fi に接続することで、新作のハリウッド映画、奥様番組、アニメ、ヘアージャパン、オリジナル動画を無料にでご利用いただけますということで、え、タブレットホルダーを 装備した足元をゆったりしたリクライニングの快適なシートで各種動画をお楽しみくださいということで、またね、機内ではブランケットなどアメニティオリジナグで厳選した商品を購入いただけますということで、 こういった形になってるんですよね。で、こちらね。まあ、ここに書いてある通りですね。Wi-Fi がねえ、接続することでということで、こちらはね、無料で提供されるっていうふうになりますんで、Wi-Fi はね、無料で利用することができるみたいですね。ですので、これはちょっと Zip AI に似ている感じになりますかね。はい。こういった形になります。それでは次にですね。Air Japan ね、もう、サイトがね、できているっていうふうになりますんで、こちらが公式サイトですね。ちょっとね、うまく。 あこちらですね。成田バンコク就航さんの部分2024年2月の9日ということで、まあこういった感じでね、もう購入すること自体ができますね。ちょっとサービスをね、見ていきたいなと思うんですけども、まず、機内サービスですね。 はい。こちらね、結構話題になりましたよね。この、あの制服がね。で、座席についてということで、えー、先ほども言った通りね、全席エコノミークラスという風になりますんで、えー、ビジネスクラスはございません。で、座席幅が17.5インチ、約44センチですね。シートピッチが32インチ、約81センチ。で、USB ポート、タイプ A 及びタイプ C がね、両方装備されてるんですね。これはすごいですね。 はい。で、こちらね、見ていただければ分かる通りね、モニターはありません。ということで、今回のね、このエアージャパンもね、Zip Air と同様ですね、モニターがない代わりに Wi-Fi を無料にして、あの、端末自体はね、ご自身のを使っていただくみたいな、まあ、こういった感じですね。頭の方はね、こういった形になっておりまして、エアージャパンではボーイング787。 ダッシュ8型機をね、使用しますということで、座席配列はね、こういった形になっていますね。先頭が232、それ以外が333の座席ですね。はい。で、一番後ろの方ね、えー、ちょっとね、2座席ありますけども、まあ、こういった形になってるんですよね。で、座席指定はね、有料っていう風になってますんでね。はい。こういった形になってるんですよね。いやー、非常に楽しみですね。ちょっとね、一番前とかちょっと撮ってみたいですよね。はい。 こういった形になります。では次にですね。 運賃タイプね、見ていきましょうか。まあ、先ほどもね、軽く触れましたけども、運賃タイプはね、選べる3運賃タイプということで、シンプル、スタンダード、セレクトということで、まあ、何も入ってなければシンプル。で、スタンダードだと、座席指定や手荷物、預け入れがね、基本オプションがついた運賃っていう風になりますね。ですので、だからまあ、バックパック1個みたいな感じでね、行かれる方はもうシンプルでね、もう何にもなしで、えー、利用することができるっていう風になりますんで、これはね、これでいいですよね。 はい、で各種運賃タイプに含まれるものということでシンプルであれば機内持ち込み7キロスタンダードだったら機内持ち込み7キロで実前指定1500円までっていうふうになりましてえっとやはりこれですね指定は可能ですがその場合にはご指定の座席 1500円の指定ができないバーがあるためご注意ください。まあこれもあるんですね。で、預け入れてみる荷物が1個無料で入っているっていう風になります。まあこれがセットっていう感じですね。まあさらにね、機内食もセットされた感じだと、まあこれセレクトになるっていう感じですね。ではちょっとね、予約見てみましょうか。ということでちょっと片道で入れていきましょう。えー、成田、スワンナプーム。で、えー、2月の9日、新、多分もうね、かなり 埋まってるんじゃないのかなどうなんだろうあ、やっぱりそうですね。ほら、もう新規就航のね、当日は最安値が設定されてないですね。まあ金曜日だからのもあんのかもしれないですね。ではね、ちょっと最安値検索で見てるんですけども、15,500円で出ているところないな。これはもしかしたらあれなんですかね。 全部込み込みの値段が入ってるのかなあ、そうですね。ということなんで、えー、税金等々をね、全部入れると、19,350円。これが最安値っていうふうになりますね。ですんで、庶民はね、残念ながらもう24,800円まで値段上がっておりますけれども、その次の土曜とか日曜とかね、まあ、ここら辺であれば、普通にね、最安値で予約することができそうですね。で、これを入れていくと。 はい。シンプルが19,350円。これが、運賃ちんが15,500円なんで、これですね。最安値の運賃で、利用することができますね。で、スタンダードセレクトっていう感じですね。おー、面白い。いいですね。で、これにパスポート番号等々入れて、まあ、予約することができるっていうふうになるんですね。いやー、ちょっとこれ入れてみましょうか。オプションサービスまでちょっと見てみたいですね。はい。ということで、ちょっとね、次の画面に行ってみました。で、これですね。 え選択座席は指定されておりませんということであこれもう指定できるんだあこういった形になってるんですねうんあやっぱり最前席は5,000円でここがあ前方の足元は広い座席ここが4,500円で非常口座席が4,000円でここの足元に広いところも4,000円でああれなんですね窓際が1,500円で、えー、真ん中は1,000円 通路側が1500円っていう風になってるんですね。いや、これは面白いですね。ちゃんと、あのー、色分けまでされてね、非常に分かりやすいですね。ああ、じゃあ、無料、じゃあもう座席、そうですね、座席指定を入れたらね、お金がかかるっていう風になりますんでね。おおこういった形になってるんですね。はい。いや、いいですね。分かりやすくて非常にいいと思います。まあ、これをね、まあ、選択したら、まあ、お金がかかる。選択しなければ、 お金がかかんないみたいな、そんな感じですね。はい。入れたら、ここにね、5000が追加されるみたいな。そういった感じですね。じゃあ、これはちょっと外そう。はい。で、あとね、また機内食とか、預け入れ手荷物とかね、えー、開いて足していく感じですね。おお面白いですね。結構ちゃんとね、あのー、選んでね、利用することができますねで、これはいいですね。はい。 機内食もね、こういった感じでもうちゃんとバッチリ選べて注文することができるんですね。これはいい。で、こういった感じですね。で、利用できるクレジットカードはアメックスとダイナース使えないんですね。Visa, Master, JCB ドミということで、まあこれでね。えー ポチッとしてこれをしたら、まあ、予約完了っていう風になりますかね。ちょっとね、発見した後の猶予みたいなのがあるのかどうなのかちょっとわかんないんで、ちょっとここでね、やめておこうかなと思うんですけども、まエアージャパンね、こういった感じで利用することができるっていう風になりますんで、これはね、非常にいいですね。 ということで今回ですね、エアージャパンがとうとうね、新規就航発表いたしましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやね、こちら楽しみですね。来年の2月の9日、ちょっと私もね、あのー、 来年の2月か、もう働いてなきゃいけないかもしれないんですけど、もしタイミングがあればね、ちょっと利用してレビュー動画とかね、出したいな、なんていうふうに思いますので、まあちょっとね、ここはまだわかんないんですけども、利用できればっていうところですね。ということで今回ね、こんな感じで終わりたいな、なんていうふうに思いますんで、ぜひね、皆さん思うところがございましたら、コメントね、いただければな、と思います。非常にね、楽しみですね。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ